っていきまーす。意外とうまそうでしょ。よし、働くかな。あんなにスタートダッシュふざけ倒してたスタミジャパンがこの終盤で一番真面目なラストをするとは、不思議なもんだな世の中。マチョの件はちょっとマチョがなんか公式になるらしいから許してあげて。一部ではスターが女オイス、女のオイスを盗んだことになって気持ち悪がられてた。ひでえもんだよ、ひでえもんだよ。だってさ、これがさ、ジャスがマチョとマイタケと一緒にやってたらさ、ジャスがそんなこと指令するはずないで終わるやんね。スタンミジャパンだからあいつら指令されたんじゃねえかってなりかねねえもんな。それは俺のイメージが悪い。ごめん、俺が俺に謝んないといけない。誰も悪くない、これは。カルビのとこ？カルビちゃん、カルビちゃんって誰とやってんの？高木。高い？ロケラン持ってなさそうじゃない？持ってるかな？カルビファーム大嫌いだから。イメージ通りだね。いいね、カルビちゃん。ファーム大嫌いなの。カルビちゃんがファームしてたらイメージ違うわ。しないでくれ。何これ。本当にそんなになんか人のもんをね盗んだりとかルールなしでやりたいならこのサーバー抜けて公式サーバー行っちゃえって言われちゃうから、ちょっとずつ LINE を見つけて、分かんないと思うけど、うるさいな本当に。本当にそんなに、いや、カルビちゃんって盗みが悪いことと分かってないかもしんない。道徳が足りてなさすぎて。そこも可愛い。やっぱりカルビちゃんは。やっぱカルビいいね、カルビちゃんは。カルビちゃん、ハガレンとか見たら驚愕するじゃない？人ってこういう行いをした方がいいの？いや、うるさい。うるさいな。人体練習しちゃえばいいじゃん。私だったら、こんななんか、ならず者ができても、たくさん人体練成しちゃうけどな。やべ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 、カルビちゃんの、あはは、カルビちゃんの危ねえ。危ねえ、カルビちゃんの話してたら、ヘリボタダメになっちゃったよ。おもろいな、カルビちゃんはやっぱり。カルビちゃんいいな。なんか、そういうところが、露呈してくると、それを強制しようとしてくるリスナーが出てくるから、おもんないんだよな。社会ってトゲを研ごうとしてくるから、もやっとボールのまんまずっといてほしい。綺麗な球体になられると困る。か、みんな配信、ホワイトの方が正解になってきてるからね。誰もそういうことはしないんだけど。マザーさんみたいなビジュアルな人がそれ嫌になったらまだいいけど、可愛いキュルンキュルンのアバターの子が、人ん家入って、まあ、内側から鍵閉めて、その中窃盗するっていう、罪を犯すのが面白い。なんかただ単純に石掘ってるだけ俺楽しいからな。おい、何してんだよ。おい、この人狂っちまった。おい、この人狂っちまったぞ。あとそれ持ってこよう。サーバー攻撃されすぎて気が狂っちまった、この人。配信してないの？配信してねえのかよ。配信してないでこの所業するのマジでストレス発散だな、この人。ソバルトさん？ストレス発散ですか？ソバルトさんも頭おかしくなった。集中集中、もうミスんな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 。ちゃんと岩を集めて俺はレイドするんだ。マチョお兄ちゃん、こいつ何やってんだ、マチョ。
なんかカロルできてるぞ。喧嘩してる、回って喧嘩してる。お前何やってんだよ、お前何やってんだよ。妹に呼ばれたから会いに行くだけっすよ。いや妹が何つったんだ、妹が 何を言ったのか言ってみろ。俺たちに何を言われて何をしに行くんだお前は。妹が新しい妹ができたって言って、ああエルクロ欲しいから持ってこれるかなって言ったから、それはちょっと難しいって言ったんですよ。兄貴たちが、兄貴たちのエルクロだってあるから、それは無理だと思って、だけどエルクロに近いものをあげたいなって妹に。なんで大丈夫この子何、この子何、この口調でハニトロじゃなかったらやばい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 、キャバ嬢の LINE みたいな感じで今。そんなことないじゃないですか。いやもう何言ってんすか妹っすよ。お前はお前絶対キャバクラ行くな。いや辛かったら行きます。まずまずもうちょっと待って、お前がそれを騙されてないからここで一回聞くことがある。それで慣れ初めは何だ。慣れ初め、慣れ初め、慣れ初め家族ですよ妹なんで。慣れ初めもクソもないじゃないですか家族なんで。バカすぎんだろお前。その妹に今まで買ってあげたもの、はい、プレゼントってどれあげた。ハンドメイド LMG と、ボルトアクションを2本ほど、AK も、2本ほどあげました。フル装備。めっちゃアホだなこいつ。もういい、もうそいつに貢ぐな、もうそいつに貢ぐな。お前が早くしたみたいな女に渡した撃たれてる、俺がパレットに入れるために今作ってんだぞ。マチョ分かってんのか。俺が作ってんだぞ、またボール枠も AK も作って、お前それを女に渡したってどういうことだよ。お前金サンタみたいな格好しやがってね。家族なんだ、家族なの。お前女じゃねえんだよお前。やめろよお前そういうのお前よ。病気だろお前。じゃあちょっと僕考えるんですけど、マチオの目を覚まさせるためにこの女の拠点レイドしません。じゃあ下見行こう、下見、下見に行こう。あれです、あれ、あれです、あの家。意外とちゃんとしてるじゃねえかよ。言ったでしょあの家です兄貴。一人これ、この家一人、一人です、一人ですって。じゃあ僕行ってきますね。いや、ちょっと待ってるよここで一回。了解です。りんちゃーん。いやでも本当になんか悪い女かどうかわかんないからさ、本当純粋に物くれるおっさんがいるからもらってるだけかもしれないし。マチョー、マチョー、あ、マチョ殺されたぞ、マチョ殺されたぞ。許せねえよお前ら、お前らのこと妹って言ってたんだぞ、お前のこと。お前だからハト読むなって高木お前。違う、だから。うわあ。ダメ。人数クソ多かったじゃねえかよ。マチョ、何人いるんだよ。おいマチョ、お前何人いんだよあそこ。野郎が5人はいたぞ。野郎、おい、俺も5人はいました。おい、戦争だったこれ。お前これ許せねえぞ、お前なんだよあれ。妹悪くない、兄貴、妹は悪くないっすよ、兄貴。ちげえよ。お前ちょっと来い、1回。裸で行くぞ、裸で行く、1回。
なんだこれ。兄貴。静かにしろ。静かにしろ。静かにしろ。もう中もクソもないんだけど。なんか清掃もらってんすか。なんか急に私の家に盗賊団がやってきて、このチームの、うんうん、盗賊団が乗ってきたって思ったら盗賊団されて武器全部取られて、それでマッチョさんっていう方が私のとこにいますって言ったら呼んでこいって言われて、今呼んできたらなんか相手にバレてたっぽくて、大体戦争始まりそうです今から。マジで無実っぽいな。マジで無実っぽいな。マッチョを討伐せよ。俺らが死ぬかマッチョが死ぬか。マッチョはバカでかすでこの野郎。知ってんな本当に。シンジ？シンジ？あれ？シンジっぽかったね。シンジか。誰？おいマッチョ殺したぞ俺。マッチョ。カルビ、カルビ。いやなんかね、意外とこれはすごいことになってる。多分ね、あのリンネっていう人は多分本当に巻き込まれただけで本当に分かんない。今が、今何が起こってるのかリンネさんからしたら分かってない。これは利用さ、ちょっと待って、気になりすぎる、気になりすぎる。そのクリップは、そのクリップは無理、見ないと無理。あ、見そしたら、うん、いや、したら町を呼べって言われて、うん、でそこで私もちょっとノリノリになって、うん、物とかも取られるから、うん、まあ一番呼んだ方がいいかもって思っちゃって、それでお兄さんを呼んだら、うん、大戦争始まっちゃって、町さんのチームと4号のチームと、うん、始まって、うん、それで最終的になんか私の家だけボコボコにされてるのに、最後には全部失っちゃったんだ。マチュさんにも撃たれて、うん、もう一人に入れないやん。自分もレイドとかみたいな。あ、世界一面白いクリップだな、ちょっと。では、マチョ、マチョは信じてあげた。ごめんな。俺たちがそそのかしてしまったばっかりに。妹は騙されてただけっすよ、兄貴。兄貴妹が生徒損で泣いてますよ、兄貴。でも、マチョ、妹救いてっすよ。殺したんだろ妹のこと、はい。妹のこと殺したんだよな。そうですよ。もう決めろよ。もう決めろよ。どっちにすんのか。兄貴、でも、泣いてんすよ、でも、兄貴。兄貴、彼女はいじめられてんすよ。おい、あっちの、あっちのデブがリンデさん取ろうとしてるぞ。こっちのデブも動け。おい、デブ対決だ、早く行け。リンデさんどこ、タリキングが探してる。兄貴、それ言い過ぎっす。それじゃあ、え？なんでこんなレイドしようって時にコントしちまったんだ俺は。くそ。職業病や。お、もうコント禁止な、スタンビー。もうコントしな、もうコントはすな、するなよ。